はい、こんにちは。ということで今回はマップポーラスで人狼の種類がクリーナー、死体を消せる人狼です。ドルピン君、死体が消えます。死体を消すことができます、はい、でもう一つがウィッチ、はい、ウィッチはスペルっていうのをつけたら次の会議の終了後に死にます。おー、すごいです。怖っ。あとイビルゲッサーで、あとはクルーメイトがシリフとスワッパーとシーヤとスパイっていうのを入れてます。スパイは人狼には人狼の味方のように見えます。でシェリフで死にます。ただ村陣営です。スパイっていうのはなんか人狼の味方のように見えてるみたいな。ああ、うん、ただ自分は人狼が分かんない、うん、自分は人狼が分かんない。ああ、なるほどね。人狼側から見たら赤く表示されるけど、そうそういう感じです。人狼は下手に赤い人の前で殺しに行くだろうけど、そうで赤い人は殺せない。ちなみに人狼はだから吊るしかない。でシェリフでは死ぬ。あ、ね、なるほどね。はい、ということでドルピン理解できた。なるほど、うん、よくわかんなかった。でも大丈夫、同じような色した黄色いやつも多分分かってない。こいつも多分ほとんど分かってます、分かってます。あの分かってる、分かってるふりしてる。ドルピンとの差は分かってるふりをしてるか分からないと言ってるかの差だけしかない。いや正直さよ、これがこれが正直さ。なし、学べ。はい、じゃあドルピンくらいは分かってる。よし、頑張りますか。でも小学生に負けるの恥ずかしいよ、なし。これドルピン勝たせるか。人狼はやっ、スパイはだから要は人狼になりすませばいいんだっけ。うん、あ、うん、面白い。はいはい、あーこれだけね、役職たくさんある中でね。ヒマジンさん、ヒマジンさん何。そうですよ、私酒が入るとよく下が回るようになりましてね。死がないとダメなんだな。死ねえなんだけど。早いクンさん、はいよ。飛んだよね、目の前に。目の前で綺麗に セリフいるよね、セリフいるよね。うん、俺ついてるやんけ、ミッチ。本当だ、本当だ。お前が命はそこまでだ。ドロップシップ出てからどれぐらいでつけるんだ。いや、もう死亡ですぐつけるんだ。わかんない。え、なんなんだろう。え、なんなんでしだ。え、ちょっと待って、分かってくれ、暇人。さすがに、なんで気分がいい感じになってるんだからさ。俺の目の前では弾けたんだけど。いやいや、それはシリフや。じゃあそういうことじゃない。まあ、それがシリフや。ヒマジン、分かってくれ。お前なんでアンダーパスやってんだ。別に長月が特段黒いわけじゃないけど、ベノムがそこまで言うならば。そうそうそう。俺村確定だから。俺村確定だから。人狼勢としてのその、なんだろう、力の強さをね、ちょっと考えてほしいです、僕。あ、でもごめん。ヒマジンとベノムだ。ボマいないよね。ボマいないよね。俺隠し色になるよね。うん。無言で使ったの、おっちゃん。なんでかは、ナシさん説明しようか。クーさんが無言でシリフしたとか。そういうこと、ヒマジンさんが言ったの。すごい。ドラピンの意識でさ、クーさんの意識でちょっと分かってなかった。分かってないんか。なんか長すぎ。俺村確定だからよ。ベルムとヒマジンは今そうだ。実際、誰がなんか近づいてきたイメージなの。もういっぱいいたから正直分からんよ。ベルムさんはウィッチ釣らないと生き残れないから。うん。長すぎ、かわいそうだな、なんか。じゃあ、ナシ代わりに殺そう。いやいや、待て。よかったな、長月。よかったな。じゃあ、ナシで。じゃあ、ナシで。いきまーす。ベノブさん、生き残る気あんまない。俺、長月君に入れちゃった。まあ、長月君に入れちゃった。俺、ドルピンが入れてんなら、俺も長月に入れる。いやいや。俺も長月入れるか。いやいや、ナシだって。ナシだって。待って。これ、どうやってすえ、マジどうやってスワップするのこれ。お前さ、スワップしたし、なし、長月にスワップしたし、スワップするのこれ。スワップの仕方わかんねえ。お前さ、さっきわかるって言ったよな。いや、わかるって言ったけど、操作方法まではわかんない。長月のやつ押してみ。長月の方押して。いや、待て、冷静に考えてみろ。お前、ここで生き残ったところでイブルゲッサに抜かれるだけだぞ、お前。使えてねえじゃねえかよ。使えてねえじゃねえか。わかんないんだけど。なんだよこいつ。どうやって使うのこれ。クリックしても反応しないんだけど。クリック2個押すんだって下のやつ押して。本当にスワッパーじゃん。やばかじゃん。地獄が、もう地獄が形成された。これなし、はい、なし、お前やっぱり才能あるよ。すごい。じゃあスワップできなかったんだって。アマグラスで一番お前が花あるよ。花ある、花ある。地獄アマグラスで一番花あるわ。バーッとメンツ見たときにお前が一番花あるよ。ん？カエル君動き怪しくね？カエル君すごい動き怪しいんだけど。うわぁ！
いいね。さあ、ついてるかな？ついてないね。ついてない。ないね。ないね。え？海宮くん、海宮さん死んでるよ。海宮がクリーナーされてるね。あー。まあね、海宮上行ったくない？海宮は電気室の方に行ってったね。あいつリアクター来てなかった？来てないぜ、左上は。ベノムさんは？ベノムは、ウィッチで死んでるから。ウィッチで死んでる。ウィッチはなんかつけられた後の会議でウィッチを釣らないと死んじゃう。じゃあウィッチも生きてるってこと？いや、海や海の直前俺とカエル君ですれ違ったよな。ああそうだね。怪しくないって言って、いや俺がまず下のあの電気室から酸素ボイラーの下に行ってたね俺がね。そっちに助かるから。そして俺がそこ行ってカエル君なんか怪しくねっつって上行ったのよ、電気室の方まで戻ってた。その後リアクターになったから俺下から、あの通信室とウェポのさ、横にの通路あるじゃん、なんか変なくぼみのとこ。そこから左上のリアクターに直しに行った。それは多分、朝日が見てるはず。手目線変えるも無理だし。でもな、遅れてきたんディディ、ちゃんと、なんか電気室のなんかここでずっとなんか止まってたもんね。ディディちょっとどうなの？臭さはあるけど。他なんか死人取れてるところ。でもクリーナーだから聞き分かんないのか。え、みんなって左下にいたのじゃん。馬面君は右いた、馬面君右いたでしょ。で、ドロップシップいたでしょ。左側死んでる。左側で死んでんなら、キマジン君は違う。みんな速攻リアクター行って、リアクターでクリーナーされてるのかなと思って。最初にリアクターいる人か。ヘルスカが離さずに。左上の最初の。右上は長月。ヘルスカが離さずに。だから、だから。朝日はもう一回言って。俺だそれだから多分ディーディー臭いと思うけどな。ヘルスカは？あ最初。ヘルスカ今回どういう風に動いた？ヘルスカそのまま上に上がってる。俺はそれ見てる。左で。一回ボタン押そう。いやこれは一回ディーディー入れていいんじゃないかな。入れた。白がディーディーだと思う。俺隠し用です。いや左のことは多分。マジトラッパーじゃねえの？信じよう。あ例えば俺なんかトラッパーした。マジトラッパーかも。マジトラッパーっぽい。あ、じゃあ DD 確定よ。なんでそのわざわざ言うの2回も。いや、黒だから。だから、イビルゲッサーに。あ、クリーナーだ。ナイス。よしよしよし。よしよしよし、素晴らしい。さすがです。まあ、これでボタンを押したら次あれかな。もう、勝ったじゃん。いやいやいや、まだ満身はダメですよ、ヘルスカさん。ここから始まるかもしれない。満身。これでツイスタルマザラ、これでツイスタルマザラ、これでツイスタルマザラ、いやーこれでツイスタルマザラだ、これでツイスタルマザラだ、これでツイスタルマザラだ、つけてやろうか、くんなくんな、くんなくんな、くんなくんな、よし、逃げ切った。朝日、あ、ああ、噛まれた。朝日くん怪しい時怪しい動きするよね。だいぶ臭い動きしたけど。怪しい動きしてるから。いや怪しい動きなんかね、反復動でもしてる。馬面くん、暇人くん。なんだろう。電気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 。馬面くんも動き臭くね。俺？何馬面くんの今の。今ドルピン。ドルピンが右行ったから。馬面くん、暇人くん、ヤガツキくん。いやもう人多すぎてわかんないな。俺の名前言ってくんなかったドルピン。嫌われてるよ君。悲しいんだけど。ちょっと悲しいんだけどやめてくれ。ちょっとさ、あのドルピンに嫌われるのちょっと辛いよね。かわいい。わかんないけど、あのディーディーが引っかかった時、あ、死んでる。あれ？ウマヅラくんとカエルくんと一緒にいてた。あ、これしかもつけてる。ウマヅラくん。アサヒくんしか殺せない。アサヒくんしか殺せないよ。アサヒくんしか殺せない。そう、アサヒさん最後、だって俺、ウマヅラくんとヒマジンくんと長月くん。じゃあ、アサヒくんじゃ噛んだ。入れるか。つけれんの。噛んだのは朝日くんで、どうだろう、あとは全員つけれる。え、馬面くん俺ウィッチつけたよね、やっぱり。あのなんか横ステップの時つけてない。謎の横ステップ。研究室のこの確実研究室のところでなんか行ったり来たり戻ったりしてるから、多分ウィッチなんかつけるの秒数やっぱかかる。いや、かからない、知らないけど知らないけど。あと俺トラッパーわかんないけど、え、役持ちが青色になるのあれ、トラッパー、トラップ引っかかったら。だったら、アサヒくん確定、あの、アサヒくんも引っかかって、青だ。じゃあ、アサヒくん、来い。いやいやいや、違う。アサヒくん、イビルってこと？なんか、イビルも青になるって言ってなかった。あの、矢印が、え、ディーディーも引っかかった時、青色だったんだよ、矢印が。おー。うん。でもさ、アサヒ、ヘルスカスパイでやって、お前がイビルならヘルスカをスパイでやって、暇人トラッパーで抜いて。右上のとこ見れば、トラップログで見えるんだよ。近かった人が。アサヒで、あの。あ、すごい、アサヒ。キャンタイだ。いや、ましょうか。え、暇人トラッパーに抜け。全部言われてます。指示されてます。暇人トラッパーに抜け。まあ、あの、全部指示してる。みんなが、
トラップ抜け抜いたら終わりだって朝日。まあでも、あ、いや、やらなくていいや。え、五条さん、あすればいいってことでしょ。あ、言ったよね。待てよ。あ、待って、これ違う、馬面くん入れて、馬面くんに。え、なんで俺、朝日くんって言ったじゃん。分かった、俺、朝日くん入れちゃったよ、馬面。分かった、分かった。ごめん、ごめん、違う、そんな。え、叫ぶな。あたたたた、人数合わせてまずいんだけど。俺は間違えた今、俺、馬面くん先つんないと俺死ぬわ。あ、そっか。いや、分かんない、でも、朝日くんがエビルでしょ。大丈夫、大丈夫。朝日くんちっちゃおちっちゃお、だから僕がこれで馬面さん入れたりすると人数ばらけて結局合わせられないから、そうそう、結局なるから、これもう、あ、いやいや、朝日やらなくていいよ、やっぱ、いやいや、いらないスキップスキップスキップ、あ、いらない大丈夫、なんで、こいつやばい、こいつやばい、いや、ヘルス、あ、でも別に今いけるの、あ、別にいけるの、俺が朝日くん入れちゃった、あ、いいのか、あ、そうなるんだ、あ、そういうことか、じゃあ先に切るの判定が来るから、切るんだ、別に先切る判定なんだ、はい、てか、めっちゃ強いよ、でも暇人死ぬから、あ、関係ない、だから暇人はやりゃ勝てるから、マジ言ってくれたらありがとう、計算、俺らのミスだ、これ、え、でもさ、ウィッチの側のミスだった、コース能力ないからいけんじゃない、あ、なるほどなるほど、今理解して、朝日は言わなかったスパイの方、悔しいこれ、海外でよろしく、わからん、最後の人になったらあるんじゃない、おお、さすがじゃないと勝てなくない、うん、そっか、もう逃げて、みんな逃げて、上にあるわ、おい、これ俺ペシあれ、うわうわ、どうしよっかな、よし長月、はい、やっぱやめよう、何してんだあいつ、何してんだあいつ、何してんだあいつ、ドキドキ邪魔、あれ僕緑になって邪魔、そこ、ああ、役職何って聞いてるの、え、秘密、ドルピ今いなくなった、秘密って言いながらなんか俺の画面から消えたんだけど、いや、やめたほうがいい、やめたほうがいい、やめたほうがいい、結局何か分かんない、それやると死ぬよ、え、ウィッチで、多分ウィッチでしょ、ああ確かに、死ぬわお前ら、ちょっと待って、あ、待って、待って、長月カエルと一緒にいなかった、あ、ウィッチって、ウィッチって使用的に多分初動は多分0秒でつけれるよ、10秒かかるんだ、1だったからかかるけど、最初10秒でその後30秒ぐらい、え、じゃあちょい絞り込めそうだけど、じゃあ馬空くんなんか、馬空くんなんか長月さんなんか、マスラーだから、その2人近づいた人を証言しちゃえば、まあ結構最後っていうか初動じゃない、どっちかというと初動ってさ、初動上行った時に教えて、初動と最後の方、そう、初動と最後、初動はいろんな人と接触してて、ダメじゃん、最後はそんなことも接してないんだよね、だから初動につけられた気がするんだな、僕は、え、じゃあだったらマスラーできないよ、あ、そうだ、マスラーの最後はマスラーなんかずっと朝日と言ったので途中で最後合流したけど、ガチ？タイミングで朝井くん目線、マズラどんな挙動してたの？いや、いやでも割とさ、いや、ただ待ってほしい、朝井くんがこんなに長月はスピーディーにリーチをつける能力はないから、だから朝井くんは無罪だ、おぉマズラギ、ベタマズラギにすれ違った人教えて、いや、あのね、めちゃめちゃすれ違った、最後は、朝日と、なんだっけな、いや最終は俺ボタン前に、これディディじゃねえ、なんか、いやいやいや、なんか、俺は長月と、俺は長月と見つかったんだから、ディディだってさ、ディディってさ、ディディってさ、長月と馬面どっちにも一応長月ではあるんだよ、長月と違って、馬面と朝日が一緒に知るの、長月はあのつけらんないように離れたからつけれないよ、彼見てる、いや待って、馬面ウィッチの距離ってどれぐらいなの、つける距離、おいおい、切腹しろ、切腹しろ、それがだから馬面も切腹しとけ、カエルさ、カエルシェリフ、え、カエルさんなんかシェリフのふりをしていろんな人に近づいたりやめたりとかしてませんでした、俺長月しかやってないんですよ、それ長月しかやってないんですよ、ディーニー、ディーニーでいいって、もう多分ディーニーだろ、暇人が分かるんだけど、そこのところで、サブライは切腹しろ、ディーニーだと思うんだよ、いやでもちょっと変な感じ、めちゃくちゃなんかノリノリで、なんかノリノリウィッチ説明みたいなの、なんかちょっと臭くない、大丈夫かな、頼む、まだ分かる、生き生き猿やって、ほら生き生き猿、はい、俺がルールだ、はい、ボタン押せ、俺がディーディーって言ったからな、俺最初だよ、いや俺がディーディーの指摘、まあそこら辺はもう人狼じゃない、じゃあ俺がルール、おいなし、もうこれでお前今いくら出せる、
なしは3000万円出せば3000万円3000万円。ありがとう。おい、ブラックジャックか。おい、暇人、お前いくら出せるの。お前行きたいか。お前いくらだよ。お前いくら出せる。いやー、まあ一生では何一生って。違う、いくら出せるって聞いてるんだから。一生って何適当な金よ。いやマジで、いや違う、俺は死にたくない。いや、じゃあ、じゃあ俺治療しない。じゃあお前のこと分かった分かった。4000、3001円、3000万と1円、3000万と1円。その1どっからできたの。おい、見ない、見ない、お前しないで。しょうもない銀行の利子みたいな感じ。え、俺っすか。え、俺ガチで、え、俺多分生涯稼げる。真剣に結構稼げないから、ちょっと稼げないから、4500万ぐらい。あとは朝にいくら出す。えへへ、こと言われても。こいつだこいつだ、こいつを釣れ。でも俺じゃない、俺じゃないって。ミッチでもなんでもないし。ミッチだわけよ。ミッチだわけよ。ミッチだわけで答えたら釣るわ。あのファミレスで悩んでる女みたいなコメントだった。どの料理にしようか。的確。ひでや。朝日はめっくるめっくる。ちゃんと全然かわいそうで笑う。まあしょうがない、しょうがない。まあまあ多少はしょうがないね。何やる人いる。うん、何や。え、髪お土産か。あ、うん、うわぁ、うわ、開示していいよ。確証だから。なし、セリフですよ。あ、うわぁ、ちょっと待って、ちょっと待って。うわぁ、うわぁ、あれ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 、どうも、どうも、あれ、え、あれ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 、おかしい。いやいや、待って、こんなことある。待って、黒が。あー、どういうこと。土台って、何土台って。台座で話したい。なんか、あの、土台じゃなかった、テーブルで話したい。あー、席についてくる。あ、まあまあ、わかるわかるわかる。あー、あー、え、マイクか。いや、話す。まあ、まだボタン持ってるから。長月さん、スキップしてない人、長月さん。あ、はい、あ、ごめんなさい、ちょっと待って、今ボーっとしたいの、酔いすぎて。はい、ちなみに僕と長月は白角だから、みんな覚えておいてね。そういえばそうだ。ミヤさん今、そういえばそうだ。ミヤ死んだね。一発目の DD2 が。ほら、手伝いが欲しいわけだ。これさ、あれ、ちょっと待って。ダメージ出たっけ。長月も白、俺食うね。あと役職。ちょっと。役職全員出さね。待って。長月。あ、まあまあまあ。え、押して。全員出して、全員出して。え、だって出して出して。インポスター。インポスターはいないから、それはそう。それは役職は全然出し。クルー。え、あとインポスターゼロなら誰が残るのこれ。スパイ。ジャッカルいいのか。ジャッカルだから。スワッパーに長月役職まず最初言わないで。うん。いやもうせーので。いや長月って白角だから。いや違う、そうじゃない。お前らは言わなくていい。お前らインポスター。インポスターいないんでしょこれ。ジャッカル探してるんでしょ。ジャッカル探してる。意味ない。白角とか。え？ジャッカル、そうだ。ジャッカルはジャッカルにつくのか。確かに。あ、そっか。これさ、死ぬの待っていいんじゃね？殺すの待っていいような気すぎる。これ無駄に殺すより。え、ちょっと待って、いやもうでもこれ役入れるんだよね。そっちさ、シェリフで噛んだんだよね、誰か。俺がナッシー噛んだ。だから俺がナッシー噛んだってシェリフで。こっちもシェリフ、ナッシーがシェリフ、ナッシーがシェリフ。こっちもカエルが噛んだんすよ。え、待って、そうだ、そうだ、インポスター1人しかさ、死んでないのに。じゃあカエルか。あー、マジか。カエルさん、ナッシーってガチで人狼だったんだ。あー、ダメだ。俺ナッシーのこと読み間違い。ナッシーが重すぎた、俺ジャッカル。だねー。いや、なしが重すぎた。まさかシェリフと言い出すと思わなかった、人狼で。またかよ。またかよ。やっぱ重い。また重たい。俺が読み間違えた。もう少し軽い男だと思った。もう少しダイエットしてるか。いや、でもこれ D に、イキリザルが悪いよ。なんか。いや、イキリザル悪いやろ。ようよう。俺、あれはね、マジで。カエルと長月一緒にいたよね。馬の時一緒にいたよね。確かに、お猿さんの様子は変だ。おかしいもんな。てか、人狼は人狼でもストレートが死んでるから、やばいよ。え、ていうかさ、シェリフが人狼噛んで、ジャッカルが人狼噛んでみたいな、もう人狼もう三立てされてるってことでしょ。もうすごい。かわいそうだわ。マジか、ちょっとね、嘘で言うと思わなかったな。シェリフ、俺がシェリフだったら終わりだから、そこ警戒すると思ったな。読みま…あ、待って、カエル間違えた。おい、食水食事と走った。おいおい、脳溶けてんな。脳溶けてた。振ってんのか。やばい、人外ストレートで殺してる。ストレートじゃないっすか。うん、悪い。ストレートだな。めっちゃうまこれ。
ストレートちょっとこれ何ですかこれもう全然黒かけないんだけど俺ベコになる。いや俺ベコになる。いや俺ベコになる。なしなしなし。はいはいはい。災いのもとのセリフ。ナシはそのクーさんに役つかれたからなんか言っといた方が得になるかなと思って。ならないよ、ならないよ。俺がシリフだったら終わりだよ。俺とかウマヅラハギが。なんでね、あれなんでしょ。だからシリフって言ってあの他にシリフがいた場合もやばいし、だって意味は一人しかさ、クルメイト死んでないからさ。ナシがさ、あのシリフ本体だとしてさ、相手人狼だったら乗っ取り入るしやばいよ。あ、そうか。いや、ナシは人狼だから、ナシは人狼だから。本当にドルピン。俺もう何も喋らんから。ナシはドルピンの方が喋らんよ。待って待って待って。の方が良くない？でも俺、何が起きてるかよく分かってない。いた！役職つけるのやめろよ。いた！ベノムさんが奥にいる。よっしゃ、俺がいいっすから。うまずらなし、うまずらなし。何、どうした気持ちだって。何？なんかあれよりマシなんで。どうしたの？丁寧に全部教えてあげるよって言ったら大丈夫って。何ドルピンに振られちゃった。いらないって言われた。じゃあちょっとね、俺が声かけてみるわ。教えるって。ドルピンがそれで喜んで俺に教えをこうたらお前の負けだから。お前死ぬ。お前あ、どうだい。お、うまずらなし、うまずらなし。あ、ほんとだ、うまずらなし。どうやって入れ替えるの。軽く軽く、あの、さ、あの、分かってほしいんだけど、あの場面で僕がカエルにつけるわけえ、でもそれ、それ全く同じ。最後に長月、最後に長月。あ、長月か。これさ、暇人にスワップしね、これ。暇人殺そうぜ、これ。あと上調でじゃあスワップして殺せんじゃね、これ。ちょっとやってみろ、俺。長月、俺、うまずらなし、もうそこ、もう。え、あれ、どうやって避けんの、トラップで。やけられない。俺がこのまま場を支配するわ。タブってか、あのチャットのとこで出るから、僕が出るから、その中に引っかかった陣営が出るはず。陣営っていうか役職が出るはず。なんでカエル君目線で釣りたいとこ釣れば。いや、俺は長月。ナッシーも長月だって。あそこで釣れるほどヤバな人間じゃない。長月やからもナッシーも。いや、役ないけど長月で次にナッシーぐらいかな。まあ一旦長月釣ってみない。役何があるか。ないっつってんじゃん。役ないって言ってるから。いや、黒の方でしょ。色が、色を見たいって言ってないでしょ。長月の次なしかなって感じなんだよ。よし。これ否定しないあたり、これガチっぽいな。早すぎた、仕事すんの。あはは。いや、あのね、俺が生き残れるってこと？あれはあからさますぎた。いや、ちょっとね、それつけたとき、あれボタン、電気消すとか通信するとかしてみてもいいと思うよ。あー、なるほど。ボタン入れてからの方がいい。しかも長月来た時、カチャ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 言いながらやってたから。これさ、これさ、それはちょっとごめん、手休みして。俺は喋らないんだ。学んだ。何言うてん、何言うてん。喋っちゃダメなんだよ。全然喋ってねえけど、ガー出すなよ。俺、ウミラとめちゃくちゃ喋ってたわ。そう。難しい。入れすぎ、入れすぎみんな。もう、入りすぎ。バンジョー一致じゃん。万丈一致？何すんの？万丈一致じゃない。万丈一致？万丈一致？人名みたいな、なんかいない。万丈なんとかで。聞こえてない、聞こえてない。壁越しなんだから。は？は？グビードン。うん。あ、さっき言ったよ。右には来てないイメージだけど、左電気側は来てないはず。マジ？どこにいたんだしょう。じゃあどこ行ったの。いや、朝日ね、途中管理室横にいたんだよな。ウェポンループ側の入り口。ウェポンの、はい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 。その後は、いたの。なし、朝日くんって入ってきた？いや、見てない。朝日くん見てないよ。じゃあ、そこから離れてる。あ、わっに言います。多分ナッシースパイだな。そうで、あのナッシー、ヒマジンさん、ヒマジンさん見てって言って大声で叫びながら俺呼んで、ナッシーそっち側の赤なんだけど弁当すごくない。いや、ドルピン、そう、間違いない。ナッシー、それはそう。もうスキップしよう。スキップして一応ナッシーのやつ見ましょう。マジで本当に意味わかんない。しかもナッシー、しかもあれで、え、タスクもで
できるって言うの。何人の邪魔なやつ見たい。それ知ってんのって暇人しかいないって。それ知ってんのは多分ディーディー、オフィス周りにいた人で。他にもいたのか。ディーディーの横になんかいなかったもう一人。海屋さんかな確か。あ、俺は上の。いや、これディーディーじゃない、これデポンデポン。ここもおるし、話さなくなってる今。あれ、ディーディーじゃなくなってる。これデポンデポン。デポンデポン。もうわかんない。やべえ、強いの来たな。強いメタリオ来やがった。デポンデポン。ああ。あれ、ゴミカススパイおるわ、マジで。そして、引っ掛けろ。ナッシーの聖地、ナッシーの聖地。ああ、帰るわけでいいや。メノさん、俺ね、俺シーアだから。あ、わかってる。じゃあ、カエル君クルーメイトね。あれしよう。分けよ。死んだら咳払いするわ。トラッパーってさ、役職なんか全部見えんだっけ。まただ。なんかさ、やばくない。なんかもう、ね、なんかさっきさ、入り口の時かかんなかったんだけど俺。クルさん、死にそうなとこ行くな。ねえ、だいぶ怪しいよ。怪しいというか、危ないよ。危ない危ない。命が脅かされてる感じする。死んでない。誰も死んでない。ウィッチいねえしな。カエルスワップドラッシュ食べてもいいのかな。クリーナーでなかった。引っかかって、暇人と俺と。暇人さんと。てか、割と結構な数引っかかってるよ、バコバコ。うん、めちゃくちゃ引く。俺、ちなみに俺、罠2つ潰した。ああ。ほんまにごめん。ほんまにごめんやけど、俺、バコバコ踏みまくって。てか、朝日の騒動、朝日じゃなかった。ナッシー騒動と朝日騒動ってあんま話してないから。ナッシーのやつはデポンと暇人の可能性があって、朝日のは誰の可能性あんだっけ。朝日は？なんかオフィスの右側でしょ、管理室でしょ。管理室のとこで死んだんじゃなかったっけ。多分ドルピン・ディーディヘルスカの中にいるんじゃないかな、人狼。で、ディーディーは…でも俺、クンさんとヒマジンさんと一緒にいたよ。ディーディーは俺と一緒にいて…うん、朝日くんが殺された時、ドルピン右から来た。うん、標本室のそっちの方だ。ドルピンじゃね、これ。そこまで行ってないけど…ねえ、適当に…なんで？ねえ、適当に釣らないでよ。俺本当に違うよ。あれ、ヘルスか。ヘルスかが、やべ、待って、やばいぞ。ドルピンでいいよ。違う、違うってば。ねえ、なんで？ドルピン役なんかある？じゃあドルピンでいい。そういうのは、そういうのは別に俺が出そう。でも本当に違うんだけど俺。ドルピン違う。ここは叫ぶ場所じゃない。自分の城を証明する場所。まあいいよ、まあ、ドルピン釣るんじゃない。なんで俺違うのに。みんなのために犠牲であってくれた。君がヒーローになるんだ。ドルピン、お前甘くねえからな。暇人聞けない。ドルピンに甘くねえっていうの。暇人インド俺が終わる。俺が一番死ねって。最後の投票入れろ。いつもの通り。クソガキ、今からお前は死ぬんだ。やばすぎる。ただのクルメットだし。ヘルスカの。バカおもろいこれ。ドルピンこれどれくらいだ。やばいって今の。マジ。どういうことこれ。びっくりだわ。救われた本人もびっくりしてるじゃん。クスワヒ、お前今から死ぬんだって言いながら自分が死ぬ。ひどすぎる。ひどすぎる、ヒマジンさん。もう最高だろマジで。もうこれ以上はないだろマジで。滑稽すぎる、あまりにも。俺ボタンない。俺押します。押そうか。あ、押す。ドルフィン、いいの押して。押してみる。任せるよ。デポンは強大。デポンは取り替え。ウマヅラギは強大。あ、落ちた。強もどきです。落ちた。まあドルフィン釣りで。どういうことこれ。ねえ、なんで？さっきヒマジンがドルピンのことかわいそうって身代わりになってくれたんちゃうの？優しすぎる。優しい。でも今回もう次はね。そういう熱いとこあるからな。でも俺ドルピンマジないからな、次これ。でも俺本当に違うしさ。ドルピンだってさえずるな。今ボタン押し…ん？ん？さえずるな、ドルピン。どういうこと？さえずるな？いいからいいよ、ドルピン釣るもの。
違うのに、俺ほんとにクーさんに入れよ。ドルピン。あ、誰？デポンだ。え？うわ、デポン。スワッパーやりたい放題だな。ねえねえ、スワッパーって何回も使える？いや、まあ見ての通りですよ。わからないみたいだね。いやです。あ、いやー、やっぱ暇人って正解だったな。俺が助けてたんだよ、ドルピン。ドルピン、俺がアマンガス教えてやる。俺がドルピン、うん、ついてこい、次。暇人、暇人、俺の勝ち。俺の勝ちだ。俺が教えてるけど、何食ってんねん。だって、俺は右側に勝った。